前回のあらすじ、銀の丘に子供たちを迎えに行った小道一行、ナブレットから妹アルウェイの昔話を聞かされる。そこで語られたのは15年にも及ぶ兄弟のオルフェアの子供たちへの愛の話だった。一件落着し、ナブレットからキーエンブレムを受け取るのであった。はい、皆さん、こんにちは。こんにちは、ポチンです。ミキです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。変身。お、いいね。はい、よし。ね、不満で。じゃあ、はい、ジュレットの町のソーミャさんの家ですかね。はあ、ははあ。ソーミャさんの家に行きましょうか。はい。このまま飛べばいいかな。はい。あ、飛べんわ。飛べんや。飛べません。飛べませんので、乗っていきましょう。はい。さあ、また来るんかな、ホーローさん。ああ、そっか。1個増えたよーって。なや、あいつ6個にならんと書いて、あ、来た。あららら。来た？来そうな感じ？なんすかね。寝てる。すげえ、いびっかいてる。はっ！はっ！え、なにこれ？カマ！ネルゲル？ネルゲルっぽいっすよね、この大カマ。だよね。うん。メオネルゲル。え、なんで？ちょっと気に触ったやつですか。見つけたぞ、エテーヌの民。貴様たちは危険な存在。あ、めっちゃ早い。やべ、やられるやん、これ。え、あ、びっくりした。おでん、おでんでツンツン。チビタのおでんと同じ配置。バトルになるかと思った。びっくりしましたね。それよりも何もない、読んどる途中に飛ばされたのがめっちゃ腹立った。強制的な、やつ。あ、いやいやいや、はい。まだ読んでる途中でしょ。分かったってねるけど、俺はね、実況してるんだよ、実況。はいよ、分かった、先に進めてくれよ。ずいぶんうなされていたのを、うん、何か悪い夢でも見ていたようじゃが、よかったらこのジジイに聞かせてくれんか。うん、小道の放浪に喋ったと。はいはい。カオカオ、うまそう。なるほどの、夢の中でネルゲルがそんなことを。どうやら事態は思っていた以上にシリアスかつ、うん、デンジャーなようじゃな。なるほど。こりゃのんびりしておれん。うん、次はジュレット、ジュレット。今日はおでん一つって控えめだな。だね。おっと、しかしジュレット駅では名物の常夏ココナッツを買うんじゃった。今はそっちが先決だ。え、そうでしょ。そんなもんがあれなの、優先なの。はい。お主は一刻も早くキーエンブレムを6個以上集めるのじゃぞ。わしはわしで準備を進めておくからな。ほうほうほう。では今日からはお別れじゃ。運命の線路が交差するときまた会おう。大体それやねん。運命の線路が交差するときまた会おう。分かったってだから会うでしょ、どっちにしろ。大体この線路で会うんですね。そうだ ね。あ、水際がおる。え、水際、水際、ほらほら、本当や、本当や、水際海パンになろうかな。ねえ、うん。あ、水着で泳ぐの。水着で戦えるんじゃないの。泳ぐの。あ、水着じゃないと泳ぐことができますね。必ず。水着や足切れなのも用意しました。え、どっかなんか水着じゃないといけないって。さっきね、桟橋から落ちたんやって俺。はい。したら水着じゃないと泳げませんみたいなこと言われたから、買っとくじゃん。泳げるんじゃない、普通に買っとこう。オッケー。装備して泳いでみる。装備してみますか。うん。どこに装備するのか。体上。足と体上。あ、やった。これ情けねえ格好。ほら、え、見てこんでしょ、ほらドナルドダックみたいな。あ、いいじゃないですか。ちょっと待って、俺も変えたいのに見た目が。俺もパジャマみたいな。マイコーデン。これパジャマだよな、どう見ても。あ、いいよいいよ。いいね、バカンス来た3人です。ねえ。あ、なんか光ってるあっち。え、なに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 が？どれが？あ、ほんとなんか光ってるね。光ってない？横が。宝箱は。お、マジ？取りに行こう
え、水着以外を着て水の中に入ることはできません。あ、他のやつ装備外さないかってこと。あ、マジ、めんどくせえな、それ。なるほどね。エンゼルスライムボーもダメなのかな。これどう。あ、いけたいけた。おいえろ、ほら見て、このバタフライをバタフライこれ華麗なバタフライを。バタフライなんや。武器とかはそのままで大丈夫でしたよ。あ、ほんと。アクセも大丈夫でした。あ、ほんと。オッケー。樽になんか入ってんのか。え、俺なんか犬かきやで。あー、小さなメダル10個。ちょ、待って、どこ、どこ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 。あったー。どこやって、どこどこ。え、良さないのかもしんない。うそやろ。良さの画面、ちょっと後ろ見て。こっちこっち。こみちゃんおらへんもんだって。ねえ、え、良さねえのかもしんない。え、じゃあこみちゃんがおらへんだって、まず。右の方ですよ、かなり。右、あ、橋より右ですわ。あ、右こっち？あるじゃん、ほら。あ、あれか。はい。めっちゃ遠いやん。そうです。バタフライだから、こうやって。俺だってほら、犬かきやで、俺。見て。あ、ほんとや。俺、平泳ぎ。待って。種族によって違うんや。あ、違うんや。アギーどこ？あ、俺今、向かってるよ。ちょ、おっせえな、あれ。ちょ、抜かれてない俺。遅くない？ちょっと。ダイナミックだ、このバタフライ。いいなぁ、そっちの方が。お、もう、早えな。スピード一緒やもんで、ね、めっちゃ速いよ。あれ、ありましたよ、ヨさん、ほんで。いや、もっと遠い、めっちゃ遠くない？位置が違うんや、それぞれ。え、マジ？俺、この辺に。あ、行けへんよ、俺、そっちに。もっとこっちこっちこっち。だから、ポンポンやで向こうは行けないですよ、沖なんで。あー、なるほど、そうなるほどな。はい。え、アニキーズも一緒やった？一緒。こっちですね。樽みたいなところね。そうそうそう。俺は見てた。たの僕もっと手前にやりましたもん。うわ、ずるくせ。でも小さなメダル10枚もらいましたよ。マジで、うん、これ何やろ。あ、5個え俺今そのニヤッとした顔俺は見逃さんかったぞ。腹立つわ。ヨさん、ザバーって腹立つ。今ニヤッとしやがったわ。ザバーって。今のはめっちゃおくそいんだね、今。悔しそうで顔。あ、ランダムないね、中身がね。エアニキーズは？もう10枚でしたね。うそ、なんやこれ。残念でしたね。おかしいやろ。よいしょ。ほい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 。ドナルドダックみたいな、ほんとなんか。ねえ。アニキーズのサイズ感とか特に。ねえ、ドナルドダックや、それ。そう、宮の家、これか。うん。頼もう。あったかさはこれくらいでいいよね。あなたは誰？私はソーミャ。何かご用なの？ここには私しかいないよ。大人の人もいないから。私の家族はもうあの子しかいないもの。誰や。私これから出かけるの。だから出てって。そうだ、あなたが一人前の証を持ってるくらいしっかりした人なら、うん、町長さんのところへ行くといいよ。なんだか強い人を探してたみたい。町長さんの家は町の北東にある教会の向かって左側の家がそうなの。うんうん。OK。それはいきなり大男入ってきたらびっくりする。そらな、うん、それは町長さんに押し付けたくなりますよ、ね、もうこの現地に馴染んだ格好で行けばすぐに打ち解けるんじゃないですか。本当やね、完全に浮かれた格好やもんな、それ。君いいねっていいね。マジバカンスに来た。足ひれつけたまま歩いとるやつなかなかいないよね。だって走れるでしょうね。強い人を探してた町長さんが何かあったのかな。暴連町長。ふむ、君は旅のものだな、うん、私はボーレン、このジュレットの町町長だ。今この町は辺りをうるつく猫の魔物のせいでピリピリしている。ほうほうほう。その対策を考えるのに忙しいのだが、何か用でもあるのか。ほうほう、ソーミャから私が人探しをしていることを聞いたのだな。なるほど、君はなかなか強そうだ、うん、それに一人前の証を持っているのなら信用できるだろう。実はやってもらいたいことがあってな。町の者に頼める状態ではなくて困っていたところなんだ。まずは君の名を聞いておこう。ふむ、コミチン君というのだな。では私、コミチン君、私の頼みを聞いてはくれまいか。隣の島にある知恵の眠る遺跡へある人物を安全に行けるようにしてやってほしいと。うん。おう、やってくれるか。
そのある人物というのは私のところに来ている客人だ。おう、キンナー殿、このコミチン君が引き受けてきて、引き受けてくれると言ってましたぞ。こちらはベリナード城から参られたキンナー殿だ、うん、遺跡の調査員をしておられる。どうもベリナード王位調査団のキンナーと申します。チャモロみてえな。あ、本当やね、頭がね、マジカルハットみてえな、うん、あー見たことある、はい、お忙しいところすいませんが、私は急いで知恵の眠る遺跡へ行かねばなりません。うん、何で回ったんや、ね、説明しましょう。何のターンや今の。説明しましょう。こいつ嫌い。知恵の眠る遺跡には我々ウェディにとって大切なものが収められています、うん、ですが、あー、なんということでしょう。その大切なものに異常の兆候が見られました、うん、もしそれが深刻な異常だったなら我々の未来が閉ざされる恐れがあるのです、うんうん、そこでこの私の出番なわけですが、その遺跡の周りにはたくさんの魔物がいて近づくこともままならないのですよ、うん、そこで君にはキンナー調査員が安全に遺跡へ行けるようにしてもらいたい。それにふさわしいだけの礼は約束しよう。護衛か。では私は準備がありますので、これであなたが町を出たらこっそりとその後をついていきますのでご心配なく。なるほど。うーん、若干内股走りだったな。そうだね。遺跡があるラーディス王島王島は、うん、町の南から出てミューズ海岸を行き、そこのカヌー乗り場からカヌーに乗って行けばいい。頼んだぞ。おお、ミューズ海岸の方行けんか。じゃあ、うん、いや、またどうせワープさせてくれるんじゃないですかこれ。マジっすか。マジっすか学園です。あ、ほんまや。はい、ありがてえ。ありがたいっすねこれ。ありがてえ。さっきだってミューズ海岸の敵とはもうこの間散々戦いましたからね。あ、そっか。今うん、あ、もう、え、もう早い。早いね。早い、一段と早い。今日はミューズ海岸はどうなったよ。ミューズ海岸はよ、いやー、カヌー乗り場でカヌー乗りたかったな、ね、カヌー乗りましょうか、乗るとこまでやりましょうか。いいよ。ラーディス王島へのおと行きのカヌー乗り場はここですぜ、客さん。うん、おいらは私森、なんて読むでしょうこれ。私森、私森じゃない、私森でいいのかな。いいんじゃない、はい、なんかなかったっけこの川を渡す人のさ名前。ああ、船頭さん。あ、そう、船頭さん、バルークってもんです。このカヌーに乗っていきますかい。それじゃあ早速行きますよ。ほれ、さっさと乗って乗って。おお、かっこいいなこいつ。海の男です ね、 ねちょっと爽やかですもん顔が。耳だけがちょっと気持ち悪い。耳垢がたまりそうじゃない。耳垢ものすごく。耳垢はたまるでしょう。ね、でも いつも水に入るから。ああ、そうか。それでなんか、なるかな、ごちゃごちゃしてるんじゃないですか。いやいや、何ですかあの娘っ子は。ほう。あれあれ、あれ、あ、さっきの、あ、違うか。違うね。全く小さな娘っ子がこんなところに一人で来ちゃ危ないってのに。うわわ、あーれ、あ、オールが折れた。あら。しまった、やっちまいました。どうしてだこいつ。やっちまったな。全然仕事できんよこいつ。オールのやつがポキリといっちまった。こいつは悪くない。オールのやつがポキリといっちまった。いや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 、オールの手入れをしとけよ。そんなんだったら。すいません、俺よりはオール使うなよ。一旦戻って直しますんで待っておくんだって。嘘でしょ。おじさん、チート時間かかりそうなんで、よかったらさっきの娘っ子の様子も見てきちゃう。なんでお前そんなこと言われなかんねんって。何をしに来たんだか知らねえが、あの娘っ子に町へ帰るよ言っておくんなさい。っていうところですかね。そうね、結局カヌー乗れんかったね。カヌー乗れんかった、一瞬乗ったけど、気分だけ。そうやね、うん、味わえたね。要するに、うん、あ、こいつは仕事できねえやつ。そうやね、雰囲気だけ、うん、道具の手入れしなかったってことだよこいつ。本当っすね、うん、悪いやつやわ。でもこいつは悪くなくて、うん、オールのやつが。いや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 、こいつが悪い。ただただこいつが悪い。はい、という感じで、はい、それではご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。